皆さんこんにちは。株式会社 T&S グループ社長の鈴木達也です。本日はですね、足裏の疲れを抱えられている方、膝痛の方、股関節痛の方に向けてセルフケアの動画を説明していければと思います。足裏の筋肉、特に足底筋膜といった筋肉が硬くなってくる、あとは指周りの筋肉が硬くなることによって膝に負担が蓄積して、股関節に負担が蓄積して、あとは全体的に血流の流れが悪くなってむくみなどの原因になってきたりしますので、今日は足裏のセルフケアを紹介していければと思います。まずですね、ストレッチする方の足を、ベッドなどに上げていただいて、まず最初はですね、親指から小指までですね、しっかり手で掴んで軽く引っ張りながら10回回します。4、5、6、7、8、9、10と。じゃあ今度人差し指ですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と中指いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と薬指いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と最後小指ですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。そしたら今度親指と人差し指の間にこう親指を入れてもらって、少し指と指の間を開いていきます。見えますかね、こんな感じで。そしたら開きますよ、ぐっと開いて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。今度は人差し指と中指の間に親指を入れて開いていきます。ぐっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。今度は中指と薬指の間に指を入れて開いて、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。最後薬指と小指の間ですね、はい、開きます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次はですね、親指を上、人差し指を下にグッとこうクロスするような、こんな感じでグッと伸ばして、今度逆に親指下、中、人差し指を上、これを10回やっていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度人差し指と中指を交互に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は中指と薬指です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。最後薬指と小指ですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたら今度足を膝の上に乗せてもらって、この足の指の間に自分の指をかませます。こういった感じですね、かませた状態で足首を持って10回足首回しますね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度反対回しです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。最後足底筋膜、足の裏の筋肉を緩めていきます。膝の上に足裏を置いてもらって、この足裏を自分の肘を使ってグリ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 、だいたい硬くなっているところを20秒から30秒ぐらいグリ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 やってください。それで足裏の筋肉、痛いところあればそこが凝っているところなんで、グリ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 やってあげてください。そしたらですね、一通り今のストレッチ終わりましたら、足ついてみてください。足の裏がしっかり地面にピタッとくっついているのが分かると思います。あとは膝の痛みだとか股関節痛も今のストレッチをやった後だと比較的軽減していると思います。あとは足の疲れがある方であれば足が軽く感じると思います。
むくみがある方だったら血が流れてるのが分かると思います。これをできればお風呂上がりに毎日やってもらいたいんですね。だいたい2週間から3週間毎日やってもらえると今のお悩み改善されると思います。もしこの動画を見てもらって実際にやってもらって、あ、よかったなっていう場合はコメントいただければ今後のまた動画を撮る私の活力になりますし、あとはいいねマークを押していただけると、まあ私としてもよし、喜んでもらえたということで動画を撮ったことに対してよかったなと思えるので、もしやってみてよかったなっていう人はチャンネル登録、いいねマーク、あとはコメントいただければと思います。本日はですね、足のストレッチに関しての動画でした。本日はこのぐらいでありがとうございます。